まあ、きっかけは高校時代の同級生でのお高畑くんがエッセイを連載しました。でその連載したエッセイが随分、たくさん溜まってですね、一つの、まあ、本にしたらこの地域の、まあ、歴史なんかのために役に立つんじゃないだろうかと彼は考えてですね、まあ、私に声がかかって一つ一つのエッセイに、一字ずつ字を書いて一緒に出版しないかと。筆もたくさんあるだろうから一つ一つ全部異なった筆にしたらまた面白いんじゃないかという話を受けて、ああ そういうこともなかなか面白いなということで、私も筆ならたくさんある、まあ、種類もたくさんあるからやってみようと。名前は棚田、本名は則夫ですが、書道の時の画号は寒山という名前を使っています。その寒山という名前は、まあ、ここの土地からちょうどあの彦山を眺める土地なので、まあ、彦山を見るというような気持ちで寒山というふうな名前を使っております。私はライフワークとして小笠原藩の書の先生でした下枝藤村のことを、まあ、ずっと追求してここまで来ておりますから、その下枝藤村が考案したかずら筆というものがこの地域に伝わっておるわけです。そのかずら筆を使った作品を今は中心に地域の展覧会に出品したりすることを、まあ、やっております。ウサギ、ウサギからこれは何ですか、ネズミのネズミ、ヒゲ、羊、シカ、タヌキ、タヌキ、馬。読んだ人、見た人が、要するに今まで字だけというんじゃなくて、じゃあこの、 字が何の筆で書かれてるのかという、書かれた筆の見方ね、そういうのが案外そういう形で の鑑賞の仕方、書のそういうのをしてほしいなと思ってね。大きい字もあれば小さい字もある、いろんなその字がね、筆によって全部、とにかく108種類の筆やから今まで日本で出てないと思う。108種類の筆で一つ一つ書く字もね、やっぱ全部で8ヶ月かかってます。やっぱり108編っていうのはやっぱりかなりの数ですから、108っていうのは数は除夜の鐘が108ですよね。あれは一つ一つ煩悩の数ということを言われてますけども、そういうところでやっぱりその煩悩をなんか消し去るというのかな、ね、そんな意味合いでいいんじゃないでしょうかね。まあ余談ですけど、野球のボールの縫い目も108なんですよね。あれにも煩悩が入ってるんですかね今まで私が持っている筆でですね、日常的にはやはりたくさんあっても使いやすい筆、使いづらい筆っていうのはやっぱりありますよね。使いづらい筆は、まあ、ちょっと敬遠されてるから、もう、筆が使われずにずっとぶら下がっているものがたくさんあるわけです。で、そういう筆はもう本当大あくびをしてるんじゃないかと思っておるわけです。まあ、小川さん の依頼で今まで使ってない筆もやっぱ使ってみようという気持ちになって、そういう点からするといいチャンスかなと思ってますね。そしたらですね、いろんな今まで使ってない筆がなんか喜んでいるような顔をしまし、見せましたね。まあ、それぞれ筆の質が違いますから、その書き味がそれぞれやっぱり、特徴があります。
それをやっぱり使ううちに、自分が筆を使うというよりもその筆の持っている、味、それを生かすような形で、私が書こうとしなくて、その筆に書かせてもらってるっていうような、そういう感覚にやっぱなってきましたね。これでこう、もう指の指紋にも墨がこう、もうこびりついた時があるね。だけど墨とともに何年ですか、小学校の3年ぐらいからね、小学3年というと6、7、8歳ぐらいからでしょ、まあ60、もうすぐ7歳ですからね。だからもうかれこれ60年という年月が経ちますね。飽きもせず書いてますだからここに紙がありますけど、死ぬまでに書いてしまわないけんです。それぐらいたくさんあります。作ったのは河原に自生しているススキの方を切ってきて、描きましたね。あれはこう触れ合わないですね。そうだね。これをもし使うと場合は このままを使うの？どうかな。これだったらね、ちょっといろいろやってもらえないよね。それから紙ひもを輪ゴムでこう縛ってそれで書きましたし、またこの本の表紙にも帯に書かれてますけど、そのこんにゃくというね、そういうものも使って書いてます。なかなか面白かったですよ。他の筆にはないような線も独特な感じでしたね。だからまた使ってみたいなという気持ちがありますね。誰か言ってました、昭和ね、人生と一緒というのはもうやり直しのきかない一本勝負って。だからなおさら人生は面白いんじゃないでしょうか、ね、人生もやり直しが効いたら面白くないですよ。あ、今日失敗したからもう一度今日の日にちを やり直したいってもないでしょ。やり直しが効かないからこそ面白いものだと思います。これはさっきと違ってちょっとね、また同じ筆だけども、僕はちょっと少し引き上げる形で描いてみた。そしたら少し明るくなったね。書道をやってる人っていうのは、私は最終的には人の真似じゃない、自分の書を作り上げることが最終目的だと私は思っておるわけですけどね。だからそれに向かって日々努力をしていく必要があろうかと思いますね。ライフワークとしてのその桂筆の書家下枝桃村、それをやっぱり一つまとめて私の総まとめにせないけんと思っております。こういう今日みたいな天気のいい日が一番いいですね。筆がスーッと行くし、墨がよく吸いますね。高校時代の同級生とこうやってコラボレーションで本を出すというのも、やっぱり友情の絆が成したものかなと思っておりますよね。